はい、おはようございます。ワドツです。2018年、5月の1日、朝の4時16分です。よろしくお願いします。みのむしさん、ワドツよろしく。あのね、今月はもう喋って喋りまくりますよ。皆さん応援よろしくお願いします。あのトークがね、途切れないようにね、なんかこう合いの手を入れていただけると助かりますので、ぜひぜひコメントでも応援してください。もう本当にあの起きてる時間全部配信に捧げるぐらい、結構ね最近こうランニングペースというかジョギングっぽい感じで、ニコ生やめてからふわっち1年半ぐらいは肩の力抜いて配信やってたんですけど、ちょっとそろそろね、あの休憩もたくさんできたんで、本気で突っ走りたいなっていうふうに思ってます。ぜひ力を貸してください。 YouTube のね、見てる人もぜひ生放送を見に来てください。ノンラブちゃん、和道のサポなかったらおつややんけ。いや、なんかね、わかんない。あの正直俺も配信中は他の放送見れてないから、なんかね体調悪いっていうふうにメール入ってきて、2時間ぐらいね仮眠取ってたらしい。おつやだった？喋ってなかった？ちょっとねごめん、そこまではねあれなんだけど、まあほら普段コメントさ、ここで書いてる仲間だからさ、もし投げる相手がいなかったら投げてあげてよ。彼女も彼女でなんかあるんでしょ。まあ和道さん力貸してっていうの珍しいからさ、力になってあげたいじゃない。おつやっていうのはね、閲覧がないってこと？どういうことなんだろう。どういう状況でおつやなのかが僕にはよくわかんないから。まあでもシビアだよな、閲覧が取れるかどうかっていう、本当にえぐいね世界だから、なんとも言えんわな。何色でやってんの、ノンラブ。アイテム投げた米しかないで。ああ、そういうことか、コメントがないってことか。まあまあそれはほら本人のね、配信者としてのあれだから、俺はそこまで口出すつもりないよ。うん、わかんないもん。黄色組でやってんのか。黄色か、黄色組ね。30位か、厳しいな。うん、頑張れ頑張れ。はい、ワドツー、タムタムさんおかえり。配信はな、なんかこう有名になりたいとかさ、お金稼ぎたいとか、いろんな動機の人がいるけど、シビアだよな。人口多いんだよな配信者って。多分ね、生主だけで推定30万人ぐらいいるっていうのが俺の計算なの。あの全配信サイトを含めると30万人ぐらいいるはずなんだよ。あの月1回しかやらないとか、ドカソンも含めて。で多分ね、トップで名前が上がるのってトップ100人とか、トップ100人の世界なんだよ。30万人の中、3万人に1人とかだよ多分、有名配信者になるって。結構えぐい世界だと思う。まあでもプロ野球とかもそうだよね。野球人口3万人のうちプロに行く人ってそれくらいだよね。1万人に1人とかだよね多分。もそんなことないか、1000人に1人ぐらいプロになるか。えぐい世界だよなとか思って。
やっぱあれだな、さっきの100何十人のうち100人ぐらい寝てたんだろうな寝落ち組だよね完全に。そう、まあ更新目覚めることはなかった。そのままシーンっていなくなっちゃった。ね、まあ朝ね起きてくる主婦勢とかその辺が多分来てくれるから、まあ入れ替わりの時間帯ではあるんだよね。カオス大丈夫かな、才能開花してるんだけど。カオスのなんか新しい T シャツ販売ちょっと面白いな。やっぱ脳みそダメだなカオス。タケノコっつってキノコの、この T シャツ良くない？カオスの T シャツなんだけど、いくらで売ってんだ？タケノコっつってキノコなんだけど、これいいよね。なんかいい感じに覚醒してるよ。いい感じになってるよ。おお、おはよう、チクチクキノコタン。いや、タケノコなのにキノコ、ここまで露骨なのいいよね。これはちょっと欲しいよ。これいいよね、タケノコっつって。この T シャツセンスあるなぁ。これ好きだわ。すごいよね。やっぱ天才だね。うん、しかもね、キノコの、キノコだの、タケノコの話題してたら、チクチクキノコタン来たからね。この T シャツ買おうかな。T シャツ出しまくってるな。ダメだ、ヘッドホンが、もう耳が痛い。つけすぎてて。なんか音バグったりしたら教えて。マイクボリュームでかすぎたり。一回ヘッドホン外すわ。頭痛くなってきた。うん。耳がねちょっと変形気味っていうか奇形なんだよね俺。こっちの耳だけね豚みたいにちょっとプルンって垂れてんの。こっちの耳は普通なんだけど、こっちの耳がねここが真っ赤になってるでしょ。これヘッドホンに当たるんだよね。ここだけ赤くなってるでしょ。痛い。耳の形がね右と左で違うんだよね。うん、豚みたいに垂れてんの片方の耳が。ピグボーイ、一日何時間もヘッドホンつけてたら習字炎になりそう。あ、だからね、あのね、耳はね痛いとか耳だれとかはするのは普通なんだけど、それよりも厄介なのが意外と雑談をね何時間もずっとこのテンションで喋り続けると幻覚見えたりとか頭痛くなったりとかよくあるの。放送後ね飯食いに行くとねバグるっていうのかな、なんか一人でねブツブツ言いながら雑談しながらねスーパーの中徘徊したりとかよくあるからそこだよな。なんかそう、もう
なんつうんだろう、現実なのか雑談なのか分かんなくなってるっていうか、もう雑、配信のって言うんだけど、そういうのはあるよ。なんか、ブツ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 言いながら、いるでしょ、たまに。近所とかにいない？ブツ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 言いながら、なんかこう、喋りながら歩いてる人って、ああいう感じになってるんだと思う、多分。ヘッドホンは、だから、音楽のボリュームと、俺の声がどう聞こえてんのか、モニタリングって言って、リスナーさんと聞いてる音を共有してるの。音量が合ってるかとか、雑音が入ってないかとか、どういう感じに聞こえてるかっていう、放送の音をチェックしてるって感じ。だから別につけなくてもいいんだけど、なんかこう、ボリュームがでかすぎたりとか、BGM がでかすぎるっていうのを防ぐためにやってる。あと、エコーがかかってるかとかのチェックだね。だから本当はね、こうやってつけるっていうのもありなんだけど、どうなんだろうね。こんだけ配信やってるの、多分ね、配信者の中で、有名配信者、カソナムシの中で、一番配信時間長いの俺だと思う。さつきさんいらっしゃい、ワドツ。いつやってもワドさんって配信やってますよねってよく言われる。で、この5年間の密度っていうか、質がね、配信内容がどうかっていう問題は置いといて、配信時間長いのは俺だよ。もう才能がない分、その時間で埋めるしかないっていうのが俺の感覚だから、努力と根性しかないじゃん。才能がない分を埋めるのは。だから、配信は誰よりも多くやってやろうっていうふうに。じゃないとね、みどりさんとかうなちゃんまん超えるの無理だわっていう感覚だった。さつきさんはどつ？それが俺の感覚かな。キャリアが足りないんだったら埋めてやるっていう。それしかねえ。本当はダメなんだけどね。短時間で最短を走れるっていうのも才能の一つだから。効率を求めていくっていうのも実は大事なことなんだけどね。俺にはそれがない。泥臭くやっていくしかないんだよ。なんかさつきちゃん最近来なかったよね。ありがとうございます、匿名さん。花火ありがとう、匿名さんありがとう。なんかさつきちゃん久々になんかコメント書いてくれたってイメージだけど、すれ違ってたのかな、どうなんだろう。匿名さんありがとね、花火。あ、最近どうだったの？なんか全然来なかったよね。モグリンだった？ありがとね、応援してくれて。ともちさんいらっしゃい。YouTube で配信をずっと見ていました。あ、ありがとうございます。生配信見れて胸のドキドキがすごいです。これから寝れないかも、どうしよう。いや、別にただの僕は一般人なんで、芸能人でも文化人でも何でもないんで、普通に会話を楽しみましょう。ハートありがとうございます。じゃあ、なんか初見って言っても生放送の方で初見って感じなんですね。ともちさんはお風呂上がった？じゃあこれから仕事だ。俺も頑張るよ。今月はもう突っ走るって決めてるから。生まれ変わる。来てた？サムネが変わったからかな。さつきちゃんあんま、なんかこう、来てたっつってもほら、ロム気味でしょ？わかんないよ。
風船ありがとうね、エーデン。たむたむパチパチありがとう、俺も今月から結構勝負に出てる。いいねいいね、頑張ろう、突っ走ろうよ。俺も今月は走るって決めたから。俺の走り方はただ部屋の中で雑談するだけなんだけど、俺の中で結構そのこの5月っていうのはね、いろいろあるのね、いろいろあるの。いろいろって何なのかっていうと、はいおかえり、アンゴールおかえり。そういろいろっていうのは何なのかっていうと、俺子供の頃から32歳で自分のこと死ぬっていう感覚があったの。32歳で僕は死ぬんだっつって、幼稚園生の頃とかね、こう泣きじゃくったり親を困らせたりとか。今はそういう感覚ないんだけど、結構そのなんか予言めいたことをずっと言ってたことがあって、ほぼロムってる？ハートありがとう。それじゃわかんないよ、ロムってたら俺からしたらさ、久しぶりって感覚だもん。いや私毎日見てますよって言われてもね。でまあその俺の中ではその32歳で死んじゃうのかなとか、あと占い師に32歳で人生変わるとか言われてさ、で32歳でいられるのもあと20日間しかないのよ。で20日で俺は死ぬのか20日でどうなるのかっていうのはさ、俺の中ですごいあるのね。だからまあちょっと今月はなんかこう神様と運試しをしようみたいな、そういう感覚があるんだよ。お起きたの？チュンチュン言うの？起きたの？おはよう。ペコが歌ってる。ペコ歌う？聞こえるかな？チュンチュンチュン、ピュー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 。マイク向けると歌わねえんだよな。カメラを意識してくんないんだよね、ペコは。そう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 、神様と駆け引きをしてるの。賭けに勝つかどうか。でもね、それをね、なんか、歌ってる。なんでマイク向けると。なんでよ、ペコ。歌ってよ。みんなに聞かれ、なんでシャイなの？いやそうそう、神様とさ駆け引きでもあるっていうよりも、でもそれを先輩に話してさ、生まれ死ぬっていうのもいろいろあるんですよっていう風にアドバイスくれた人がいた。死ぬって言っても物理的に死ぬだけじゃなくて、いろんなその捉え方がありますよって。なんだよマイク向けたら歌わねえよ。動物って難しいよね。写真とか撮るので、動物を写真で撮るのがいい。もういいや、嫌がらせだよね。なんかその動物を写真で収めるのが一番難しいんだ。絶妙に空気読んでるよね。いやなんかね、動物ってね、気配みたいなものを感じるんだよ、やっぱ。人間が感じない。だからマイク向けたりとか、その意識をね、向けると鳥とかって感づくんだよね。いや、なんか飛ぶんでしょ、気が。なんか、何かやってるぞっていうのをパッて。やっぱ鳥ってさ、捕食される側じゃん、小鳥って。だからその命みたいなものに対して敏感なんだよ。
でも、鳩って昔寄りつかなかったのに、今では平然と道端歩いて邪魔してる。違う。要はね、餌与えられたりとか、飼いならされたり、家畜化すると人間みたいになるのよ。だからあれは自然で野生とかだと逃げてるわけじゃん。でも街のさ、その都市の幸っていうのかな。海の幸、山の幸とかあるように、都市にも幸があって、ゴミとかがね、彼らの生き方を変えてしまったんだよ。人間が飼いならしたりとか、餌与えてる公園の鳩とか、やっぱ野生ではないんだよ。だから、野良猫がそうだよね、この辺の。みんなが餌与えてるからみんな太ってる。野生の猫で太ってる猫なんかいないでしょ。だからね、やっぱね、だからそう、野生の動物には病気っていう概念がなくて、人間が餌を与えたりとかそういう風にするとやっぱり病気になるらしいよ。人間の食べ物ね、何なんだろうね。頭がガンガンするな。でもまあね、なんかね、こう、何かにこう夢中になるとか、何かこう集中する期間っていうのかな。で、人間にとってすごく大事な時間で、何かをこうガーってのめり込むと何かを失ったりとかさ、するんだよ。なんか、こう、走るっていうのかな。みんなにもあるでしょ。青春って呼ぶわけじゃん。それを何かにのめり込んで夢中になっていろんなものを失ったりとかさ、ない。だからその33とか2とかになるわけだけどさ、そういうものが今あるっていうのが幸せだよね。あるでしょ、学生の頃部活動とかさ、恋愛とかさ、こう手に入れたくてしょうがないっていうか、やってるだけでも楽しくてしょうがないっていうか、そういうものが今この年齢であるっていうのはすごい幸せなことだよね。なんかありがたいなと思うもん。そう思わない？普通ね、仕事とかに追われるのが普通だと思うんだよね。それが普通だよな。だからまあ普通じゃないっていうか、悪い意味でダメな 普通の社会人からしたらさ、ダメなことなんだろうけど、俺にとってはだいぶ幸せなことだなっていうふうに思うかな。だから発狂したいね。今月末は発狂したい俺。狂いたいね。狂いたい。炎の5月。
出る。耳のお供は任せて。耳のお供は得意だから。それしかできないけど。行っておいで。っていうかなんかなんでこんなふわっちってなんか色気のあるババアが多いの。なんか可愛いババア多いよね。なんか最近あこの人売れるだろうなっていうババア出てきたもんな。なんだろうね、人の場合だとさ売れる人とさ売れない人がすぐ分かるのにさ、感覚で落ちる人と上がる人ってすぐ分かるの、空気で雰囲気っていうのかな、オーラっていうのかな。だけど自分のことは分かんないんだよね。お色気おばさん、そう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 、ちょっと可愛らしいおばさんとかさね、若い子が逆にやりづらかったりするから不思議だよな。なんかあるよね、なんか30、40代が可愛い30、40代が増えた気がする。人のことはよく見えるけど自分のことは全然分析できないんだよね。だから自分のコントロールってやっぱ大変だと思うよ。自分を制御したりとか自分を客観的に見れる人って羨ましいなって本当思うもん。なんでそんなことできんのみたいな。ありがとう、さつきちゃん。クラッカーありがとう。あ、パンツさん、おはようございます。おはよう。不思議だよね。でもこれなんだろう、中二病だからか、あい頑張るよ。いってらっしゃい、うん、頑張る頑張る。なんだろう、中二病だからかもしんないけどさ、なんかね俺ねテレビとかねアニメとか漫画とかに起こることってさ現実に起こることだと思ってて、 IKB69 さんはどつです、いらっしゃい。むしろ現実に起こることの方がよりドラマチックだったりとか不思議な話っていっぱいあるなと思っててさ、嘘みたいな話って現実でさ毎日毎日起こってるんだよね。面白い人もたくさんいるし、漫画みたいなキャラクターの人もいっぱいいるし、だからなんかこう作家って呼ばれてる人たちはさ、そういう人を見つけたり、そういう経験をただこう自分のフィルターを通して作品にしてるだけだと思うんだよ。でもその漫画を外部の情報にこう伝達した時にさ、漫画だからこういうことが起こるんだっていう風に考えがちじゃん。だからそこは不思議だなと思うよ。例えばそのなんかいつも言うんだけど、のぞみさんが部屋の中に朝起きたらいたらびっくりするでしょって。俺は体験したよっていう。だからそういう、例えば金梅さんが気違いやってるのを目の前で見てたりとかさ。でもなんかやっぱりさ、配信で見てると配信はどっか別の世界みたいに感じてるんでしょ、みんなは。なんかそれは面白いよね。鮫島さんの生の感じとか、光くんの生の感じとか、荒野の生の感じとか手に取るようにわかるかんな。だからどっかその配信会を俯瞰して見てる部分があるのかもしれないよね。
こう客観的に観察してる自分がいるもんね。面白い人とか変な人いっぱいいるなーって。野田通りでかいよ。野田通りでかいけど、佐田さんの方が、佐田さんのでかさはマジで初めて見た人は腰抜かすぐらいでかいね。今まで見た人の中で一番でかいっていう自信がある。それくらいあの佐田さんがでかすぎて、佐田さんがいると野田通りのでかさがこう霞んじゃうんだよね。っていうかね、野田通りはね、大きさにビビる感じじゃない、ファッションセンスにビビる。私服のファッションがえぐいから、なんかほんと気違いだなと思うもん。 T シャツとかだけじゃなくてマント羽織ってたりとか、そのままね電車移動とかするからね。配信回ってないのにだよ、マント羽織って、なんかそのなんつーの、ドンキホーテで売ってるようななんか男爵マントみたいなのをつけて、気違い T シャツつけて、なんかカラフルな髪型してね、あれはすごいよな。そう、もう完全にでかい下田歌劇だよね。本当にそうだと思う。完全に下田歌劇だ。野田通り見たことあるんだね、多分ね、モイストさんは。あれれ、誕生日付きなのにスタートアイテム数ってないですか。はい、ワドツ。はい、ゴンゾーさんいらっしゃい、ワドツ。数ってますよ。やめてよ。俺は100万稼ぎたいんだよ、ゴンゾー。100万稼ぎたいのに乗っかれないんだったら1ヶ月間ちょっと黙ってて。俺はストレスになりたくないから。いや結構ゴンゾーが思ってるよりストレス溜まるんだぜ。例えばさ、ゴンゾーがさ何か本気でやりたい夢とか追っかけてるところにさ失敗した時だけさ嬉しそうにしてるやついたらぶん殴りたくなるぞ。荒野は俺よりはるかに小さいよ。荒野は全然小さいよ。スパーリングの動画とか見てみればいいよ。荒野と俺が殴り合ってる時の絵面なんか、俺が子供いじめてるみたいになってるよ。荒野は160ぐらい、162センチとかじゃないのかな。身長はまあ大事っていうか、まあ変えられないからね。身長は、俺は身長大事だとは思ってない。俺も別にでかくはない。170だから。それぞれがそれぞれに役割がある。ゴールデンウィークの予定、あのね、僕、笠さんね、僕ね、人生で予定を組まないように生きてるんですよ。基本的には毎日暇だなっていう人生が理想なんで、僕はゴールデンウィークも正月もクリスマスも予定立てないっすね。いや、ゴンゾー力貸してくれよ。今月だけでもいいから、人生で。初見さんいらっしゃい、ジュレさん。
毎月じゃない。俺は今月って決めてて、もう今月しかないと思ってて、俺はもう今月100万稼ぐって決めましたね。配信やって僕5年目なんですよ、ジュレさん。で、配信で食えるようになったのは1年とも4ヶ月、5ヶ月か、1年5ヶ月ぐらい経つんだけど、まだ100万達成できてないんですよ。配信5年目で食えるようになって1年半ぐらいで。でも、俺、紆余曲折あったけど、配信が好きで好きでしょうがないんですよ。大好きなんですよ。で、やっぱ好きなことで100万取りてえな、みたいな。で、もうそろそろ俺は取ってもいいと思ってるんですよね。それくらいのことを配信でやってきたっていう自信があって、よし、もう決めた、みたいな。俺、今月誕生日なんですよ。だから、今月は、ちょっと、取ろうって決めて。俺は稼ぎます、今月。はい。今月100万に向かって走りますね。ありがとう、初見さん。すごいかな？どうなんだろう？配信で食ってる。いや、どの世界でも、飯が食えてたらすごい。ありがとう。ゴンゾー、嬉しいよ。そのゴンゾーのバーガーが、もしかしたら100万届くか届かないかの僅差で、そのバーガー1個で100万に行くかもしれないからね。ありがとう、ゴンゾー。いや、なんか、バイトだろうが何だろうが、僕は何かで頑張って飯を食ってるやつは全員すごいやつだと思いますよ。何でも生きてるやつ、頑張ってるやつ、食えてるやつ、全員すごいやつだと思いますよ。俺だってできないっすもん。サラリーマンとか。なんかこう、アルバイトとか。だから別に、そこに違いはないと思いますよ。花火1個でマンスリーポイントって500ポイントな。そうですね。そうです。はい。花火1個でマンスリーポイント500ポイントですね。そうです。だから、アイラとか1000万稼いでるって感じですよね。でさ、やっぱりさ、5年やって、5年目ってどの商売でも、サラリーマンでも5年目って多分、なんか鬼門だと思ってて、その後の人生に大きく左右すると思ってて、ぶっちゃけ一番脂乗ってる時期じゃないですか。ここでね、俺ね、ここで、しかもバースデー付きで、月収100万取れなかったら多分ね、この先取れないなって思うんですよ。もう狙うならここだなと思って、走るならここだなと思って。僕はそんな感じがしてるんですよね、予感が。だからとことん攻めようと思ってますね。いや、でも、ゴンゾーからバーガーもらうってなんか気分いいな 嬉しいな ありがとね。大切にするよ、このバーガーは。私腹を肥やさせていただきます。ありがとう。純粋に嬉しいわ。プラズマクラスターのフィルターの替え時ってどうやってやるんだろう。フィルターの交換時期っていつなんだろうな。タバコ吸うからえぐいぐらい汚れていくんだよね、うちの空気清浄機くんが。俺も月収プラスギャンブルで100万超えたい。いや、何でもいいんじゃないですか。カサさんも、パチプロなのかスロットのプロなのか分かんないですけど。自分が目指しているところで何か目標を持ってやるっていうのは、大事なことだと思いますよ。
ありがとう。バカありがとう。ちなみにいつもバカにしてるわけじゃなくて、煽ってるだけだから勘違いすんだよ。煽るなっつってんだよ。イライラするから。バカにしてるわけじゃないや。煽るなっつってんの。それがイライラすんだよ。あ、俺のチンコ見てくれたの。ありがとう。あの、ドリルのように鋭いと呼ばれてる。もう貫く。もう、食らいついて離さない。ドリチンって呼ばれてますね。ドリルのように危険なチンコです。可愛かったでしょ。こんちゃん起きたの。俺は今月100万稼ぐよ。こんちゃん配信協力してね。走るよ。早プレゼントあげたいんだけど、なんか今のタイミングじゃない気がして。今だよ、今だよ、今くれ。いや、流れ大事だよ。バンバンちょうだい。出し惜しみしたらダメよ。ガンガンください。ダメダメダメ。な、あの、なんでかっていうと、早めに行かないと積むから。これね、よくあるパターンなんだよ。一番いいところであげようってやるじゃん。そうするとみんながみんなあげなくて、あ、これダメだねっつって、そのままなんかダメになるって。あげたいと思った時あげてください。つむつむになっちゃうから。和道つむつむ。そう、あの、今ぜひお願いします。ギャンブルの収入って引かれるのも自己申告だから美味しいですね。ギャンブルの収入引かれるのも自己申告。ああ引かれる、うん、昨日聞いたよ。靴下あげるの好き？何の話？ジュレさん全然わかんない。靴下？何の話してんの？ありがとう。チクチクキノコ団、風船ありがとう。ありがとうね。まあでも、アイテムを投げるタイミングも何も、俺はリスナーさんのさじ加減で生きてるからね。俺をどうする、どう料理するかはみんな次第だよ。俺をどうするかはみんな次第。煮るなり焼くなり好きにしてくれ。俺は全部受け入れるよ。てか受け入れるしか選択肢がないだけなんだけどね。アンチコメントしようが何されようが。誕生日じゃない日でもケーキ渡せるの。ああ、みたいですね。さっき投げてもらいましたよ、アイテム。そう、1ヶ月間限定、あの、受け取れるアイテムみたいです。
誕生日は。っていうかね、去年はね、俺の誕生日が終わった瞬間から始まったアイテムなんですよ、これ。6月から始まったアイテムだから、とか思って。俺、それ、なかったんだけど、俺の時って思って、すげえムカついた。なんで俺の月はやんないで6月から実装すんだよ、みたいな。ひどいよね。だから俺、バースデーケーキアイテムもらえるの羨ましいと思ってたんだもん。あ、ないです、ないです。絶対ありません。おい、たくみさんおはよう。あたつ。あのね、かささんね、お礼もしない。あのね、僕、それやらないって決めてるんで、アイテムくださいとかも絶対 LINE、DM で送らないし、花火くれてありがとねっていうこともないです。だから僕はアイテム上がらないんだって怒られてるぐらいなんで。ないです、ないです。なんでかっていうと、その喋りで稼ぎたいんですよ。この空間で稼ぎたいんですよ。この空間で解決したいんですよ。で、僕、起きてる時間のほとんど、空いてる時間のほとんどをもう配信に費やしてきたんで、配信外って本当にお風呂入ってる時、トイレしてる時、寝る時なんですよ。ありがとうともっちさん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。じゃあごめん、もうね、頭まくってる。もう一回ね。ともっちさん、花火ありがとうございます。もうね、今日ね、雑談ね、実はね、13時間目なんですよ。13時間目の雑談で、で、しかも3時間ぐらいちょっと人と会ってたから、しかも配信外でさらに言うと買い物にも行ってたんですよ。だからちょっとね、トークがね、ぐちゃぐちゃになる可能性があるんですけど、それはそれで楽しんでってください。ごめんね。ともつさん、ありがとうございます。ありがたく頂戴します。ありがとう。ちょっと思考がね、もう結構お疲れモードなんだけど、ちょっと限界突破したいなと思ってるんで、発狂寸前まで配信しますんで、僕。で、いいでしょ。うん。塵も積もれば山となる。着々と進んでいってるから、100万円まであと99万5千円ですから、着々と進んでます。一歩ずつ前に進んでますよ。ありがとうございます。僕の夢に投資してくれてありがとうございます。何もない33歳の男が100万円稼ぐ瞬間見たいでしょ。何の才能もないただの寄り目のおっさんが部屋の中で100万円稼ぐとこ見たいでしょ。ぜひみんなでそれを見ましょう。はい、おはよう、タムタム。いや、おはようじゃないよ。ボケだよ、ボケじゃない、ツッコミだよね、それは。よくわかんないことになってる。のんちゃん、デザインこんな感じどう？これいいよね。うん、これで切ろう。のんちゃんはね、俺の扱い方わかってる。何をのんちゃんどうって言ってもね、すごい和道さん、すごいってね、褒めてくれる。だからのんちゃんでいるとストレスがないの。のんちゃんはずっと俺のことを全肯定してくれるから、ね、のんちゃんと喋ってる楽しい、うん、びっくりしちゃった。ごめんごめん、うん、頭が回ってない、うん、いや嬉しいよ。何やっても和道さん和道さん和道さんってずっと言ってくれるから。のんちゃん俺は大好き。のんちゃんといるとね、居心地がいいの、とっても幸せな。32歳ですね、僕は。はい。で、もうすぐ33になりますね。そうだね、なんか、冬場ね、ずっとうなだれてたけど、最近はよく一緒に買い物付き合ってくれるし、ね、
こうやって喋りかけてもすぐ返事してくれるし、ラブ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 っていうとなんか照れくさいですけど、好きですよ僕は、彼女のことが楽しいですよ一緒にいて。ねえのんちゃん、ともっちさんって女性の方なの？俺男性の方だと思ってたよ。ともっちさんは女性なのか、覚えておかないとね。撮り鉄鉄道オタク、うん、鉄道のサムネな、珍しいよ撮り鉄の人、うん、私旦那とは、それ掘り下げていいの？いいの？旦那とは何なの？全部聞くよ俺は。何旦那と何なの？旦那とラブラブじゃないの？やっぱね、のんちゃんが元気出ないと俺も元気出ないですよ。逆に言うと、のりこが元気だと俺も元気だよ。そういうもんでしょう。いや、愚痴全然いいっすよ。うん。結構好きかも。大歓迎っすよ。どうぞ。聞かせてください。なんか結構好きかも。旦那とうまくいってないとか、うまくいってるとか。これは結構得意分野かもな。うん。聞かせて。ぜひ。ねえ、みんなも興味あるよね。痛いですね。なんなら凸上がっていただいても構いませんよ。ねえ、なんだろうね。でもなんだろう、夫婦関係って大変だよな。だってさ、恋愛ってやっぱドキドキする期間で3年だと思うもんね。旦那黒しか着ないんだけど心理的には何かあるの？俺に聞くのそれ。だって俺がさ、服は黒しか着ない理由とさ、旦那さんが服黒しか着ない理由が違うかもしれないじゃない、と思ってさ。それは何？俺が赤と黒と白しかつけないから何？嫌な話になっちゃうかもしれないよ。ゆさんおはよう。何サムネ変えたの？ゆ女性っぽくていいじゃん。何どこのモデルさんこれは。ゆ前のサムネどんなんだったっけ。なんかイラス、なんかね、動物っぽい感じだけど。いや俺はだから魔女の宅急便のキキリスペクトから来てんだよ。黒い服つって、魔女の宅急便のキキもね、やっぱ黒い服着てたからね。魔法使いでいたいじゃない。でもばあちゃんに言われたな。黒い服着てると性格が暗くなるから明るい服着なさいって。旦那頭真っ白だから知らないよ。わかんない、ね。でもね、旦那さんにかっこよくいてほしいんだよね。いや、あれじゃん、ともつさん。あれ、そうすればいいじゃん。日曜日だけは、かっこよくいてほしいから、私が選んだ服着てってお願いしてみたら、旦那さんに。うん、あ、ばあちゃんに言われた？
男って黒好きだよね。だから松本人志が言ってたけど、やっぱり白と黒ばっかりなんだって男の部屋って。で結婚してから何が変わったかっていうと、色が増えていったって部屋に。で子供が生まれていくと、なんか彼女と付き合って彼女は気使ってその白と黒しか買わなかったらしいんだけど、だんだんこう娘ができてくるとカラフルになっていって白と黒の部分が奪われていくんだって。でもね、多分ねこれ俺の考えなんだけど、女性の方が色彩感覚って強いのよ。でほら色盲っていう病気って男性の発症率の方が全然高いのね。だからね、色に対するこだわりっていうのは女性の方が強いんだよ。男の人って白黒っていうのは楽だからなんだと思うよ、単純に。色弱なんだよ、もともと。俺はね、実はね、女性並みにね、色彩感覚強いんだけど、普通の人が見分けられない色とかも見分けられるのね。男の中では俺は変な方かもしれない。だからね、女の人が浮気を見抜くのって、男って論理で嘘をつくじゃん。浮気してた時に、俺何時に何々にいただろう、会社にいただろう、証拠取ってみろよとか論理で嘘をつくの。だけどなんで女の勘って当たるかっていうと、顔の赤みとか、そういう雰囲気。男は論理で嘘をつけてて絶対バレないと思っててもね、嘘をついてる時顔が赤くなる人、白くなる人とか、そういうね、なんつうんだろう、色味が結構影響してるんじゃないかって言われてるんだよね。おはよう。俺ね、感覚はね、実は恋愛の感覚とか、なんだろう、セックスの感覚とか、そういう恋愛感とかね、女性と同じ考え方。だからね、意外と恋バナするとね、女の子に同意見で男から批判されるの。ロマンチストなんですよ、僕は。白って焦ると濁るし影響しやすい。うん、白は難しいよ。すぐ汚れちゃうからね、常に清潔でいないといけないから。白を本当に着こなす人っていうのは清潔感があって素晴らしい人だよ。黒も本当はそうなんだけどね。でも黒の方が目立ちづらい。聴覚優位だから声の変化でおかしいと思うことが多い。ああ、聴覚優位なんだ。俺だもん、感性は結構男っぽい人苦手かもしんない。あ、だからね、なんだろう、可愛いっていう感覚とか結構俺だからね、多分ね、潜在的にね、性同一性障害ギリギリだと思うもん。性同一性障害とか、レズビアン、バイセクシャル、ホモセクシャルの人と仲いいのね、潜在的に俺の中で、うわー、ありがとうございます。潜在的にね、俺の中でね、そういうのがあるからだと思ってる。ありがとうございます。わずかですけどお祝いです。年に一度ですけど今後ともよろしく。モグリンだけど100頑張りいいね。バースデーケーキありがとうございます。いただきます。年に1回のバースデーケーキ、美味しくいただきます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとう、皆さんバースデーケーキいただきましたよありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、花火3発分だからね。やばい、3発以上か、 3.5 発か。え、今何だったっけ。あれ、分かんなくなっちゃった。あれ、今何だった。あ、3発だから83。ありがとうございます。ねえ、嬉しいですね。頑張ります。本当、今しかできないことをやります。僕ありがとうございます。本当に、私 Facebook に友達申請してたんだけど覚えてない。あ、ごめんなさい。僕ね、 Facebook は Twitter と連動してて、全く機能してないです。だから、Twitter の DM とか Twitter のやり取りをしてくれる人だったらわかるんだけど、 Facebook でどうのこうのって Facebook ほとんど見てないっす。ごめんなさい。正直 Facebook 放置ですね、僕の中で。
でも嬉しいよね、 Facebook でこうやって来てくれるんだから。え、 Facebook にじゃあ今送ってよ、私だよって。 Facebook 今立ち上げますよ。ありがとうジュレさん、いただきます。ありがとうございます。なんか初見さんなのにすいません、ありがとうございます。お気遣い、美味しく至福を超えさせていただきます。ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございます。 Facebook 今私だよって送ってもらえたら、あの気づくんで、あのもしよかったら Facebook 送ってください。あ、この人かって。昔はね、俺 Facebook めちゃめちゃハマってて、最初のアカウント2000人ぐらい、もう Facebook 立ち上がった当初からやってて、友達2000人いたんだけど、もったいなかったな、あれ潰しちゃったの。今386人だよね。これかな、この人かな。あ、わかったわかった、あ、わかったわ、この人ね。わかりました、はい、あのわかりました、 Facebook 了解です、はい、今見てわかった、あ、大丈夫大丈夫、分かりましたよ、俺今分かったから、大丈夫です。てかね、ツイッターの方が僕はありがたいです。 Facebook ほとんど分かんない。 Twitter はね、やってくうちに覚えるんで大丈夫ですよ。なんでもトライアンドエラーっすよ。なんかね、いいねボタンを押してリツイートとかやって、こういじっていって覚えると一番楽しいかもしれない、 Twitter は。ありがとうございます。なんか嬉しいな。でも嬉しいね、 Facebook とか Twitter とか YouTube からこうやって出会いがあるって。あ、そうだ、たくみさんありがとうね。あの最近ほら、たくみさん、あのほらロムってんのか何なのか分かんないから、コメント書かな、もうね、付き合い古いからコメント書かないじゃん。たくみさん今いる ?1500人。分かってるよね、たくみさんは。ありがとうございます、たくみさん。YouTube のチャンネル登録が1500人超えたんですよ。いるよね。たくみさんありがとうね、本当に。え、でもさ、1000人まで長かったけど、1500人まで早かったよね。なんか加速してるよね、増え方。なんか、あ、おめでとうじゃない、ありがとう、本当にたくみさん、本当におめでとうじゃないよ、もうたくみさんのおかげっすよ。僕何にもしてないですもん、ほとんど。本当に何もしてないからな。もしよかったらね、YouTube と Twitter の方もフォローよろしくお願いします。みんなで SNS を楽しみましょう。とりあえずね、押してみて、あ、こういうことねって覚えていくのが多分一番楽しいと思いますよ。そういう風に SNS は設計されてるんで。面白いですよ。いやー、なんかね、いろいろいろんなものが展開していって面白いな。毎日子供に絶叫？毎日絶叫してんの？お子さんに。子供は大変だって言うもんね。なんかね、出産したばっかりのリスナーさんがいるんだけど、カズっていう、最近カズ来ないな、そういえば。カズ何やってんだろう。カズなんか子育てがこんなに大変だと思わなかったって言って、お母さん頑張ってるよ。そういやカズ最近来ねえな、何やってんだろう。まあロムってんだろうな、ロムってるかな、まあどっかしらにいるんだろうな、多分サノッチにハマってるとかそういう感じだろうけど、まあ俺が昼間やってねえかんな。
それはダメだよ子供に対して口悪いの、それはね、よ、あの、よくないよ。あの、正しい言葉遣いを、子供って、あの、小学生の時の同級生とか見てみるとわかるけど、口悪い子供って親が口悪いんですよ。で、子供が賢い喋り方をする子供って親賢いんですよ。だから、映るよ。あの、就職する時とか不利になるよ。あの、ダメよそれ、口悪いのは。あの、損しちゃうから子供の将来に関わるからね。正しい言葉遣いで、美しい日本語。あー、イライラするとね。まあそれはそれで人生だから面白いよね、うん、母ちゃん怒りっぽかったねって笑ってくれるよ、お子さんも。ね、口悪いから、あのね、子供って、あのね、伝わってないっていうよりもね、あのね、これお母さんからなんで子供が言うこと聞かないのっていう相談を受けた時によく話してたんだけど、子供は何が好きですかって聞いてるんですよ。ともっちさんの子供が何が好きですか、アニメでも漫画でもアイドルでも何でもいいんですけど、好きなのなんか教えてもらってもいいですか、例え話で、例えでいいんですけど、なんか書いてみてください。嘘でもいいですよ、全然。これね、結構いい話になると思う。これね、あの、ちゃんとコーチングの人に教わった技術だから。例えば子供に宿題やりなさいって言っても絶対宿題やらないじゃないですか。言うこと聞きなさいって言っても言うこと聞かないじゃないですか。あ、シバニアンだっけ、ツバニアンだっけ、なんだっけ、妖怪ウォッチが好きだと。妖怪ウォッチが宿題頑張ってねって言うとやりますよ家に来て。子供ってそういうもんなんですよ。仮面ライダーが好きだったら仮面ライダーが家に来て宿題頑張れよって言うとやるんですよ。ジバニアンとかドラゴンボール悟空がおめえ勉強頑張ってっかって言うとやるんですよ。これって人間って面白いことで、何を言うかじゃなくて誰が言うかで行動が変わるんですよ。みんなもそうじゃないですか。例えばその自分が嫌いだと思ってる人の言うことって絶対聞かないですよね。でも例えばビートたけしが好きだっていう人が、ビートたけしがおお、あんちゃんなんとかで頑張れよって言ったら、多分一生残るぐらい感動があるんですよ。絶対行動するんですよ。何を言うかじゃなくて誰が言うか。そう。で、その伝え方が今度あるんですよ。伝え方。あの、子供、あの、人が動かないとき、響かない言葉の言い方っていうのはこうなのね。これ、なんであなたは宿題しないの？なんであなたは家に帰ってきた時に靴を直さないの？なんであなたは食べ方汚いの？で、なんであんたはこうなの？で、なんであんたは誰々くんはやってるわよ？なんであなたは洗濯物片さないの？なんで家掃除しないの？部屋片せって言ったよね？なんであなたやらないの？これ絶対人に響かないんですよ。この言い方。これ、YOU で、
あなたって意味で You メッセージって言うんですよ。これ人を動かすのが下手な人の言い方。なんであなたはこうなの？なんであなたはやらないの？なんでなの？って。部下でもそうなんですよ。お前これレポート提出しろって言ったよな。なんでお前動けないの？って。これこの前教えたじゃんって。なんでまた聞くの？お前はなんでできないの？って。これ嫌われる上司なんですよ。で、逆に言うこと聞かせるのがうまい上司とかの言い方ってこうなんですよ。親とかって。宿題頑張ってるねって。私、あんたが宿題頑張ってるとすごく誇らしいわよって。子供喜ぶんですよ。部下も喜ぶんですよ。この前の成績良かったな。俺嬉しいよって。お前の上司になれて嬉しいよって。響きません？それ言われたら嬉しくない？逆に辛い時に伝えるのはこうなんですよ。あなたが宿題やらないとお母さん悲しいって。あなたが早く家に帰ってくれないと私悲しいって。これ響くでしょ？響きません。これアイメッセージって言うんですよ。マイナスの言い方だと頭痛くなるでしょ？ストレス溜まるでしょ？これ何が変わっ、論法って何が変わったかわかります？これ私はっていう言い方とあなたはっていう言い方に変えただけなんですよ。そう、俺も和道が頑張ってると嬉しいって言ってくれたでしょ。これって人間の脳のからくりなんだけど、寂しいとか私はこう思うよって、私は悲しいよ、私は嬉しいよっていうのって、この私のこと考えてくれてるんだっていう共感メッセージなの、これって。だけどあなたはなんでやらないのっていうのは強制のメッセージで、そのなんていうのかな、危険っていうのかな、その強制的なイメージが与えられるでしょ。だから危機の状態の時のメッセージの言い方の、切羽詰まってる時、だから切羽詰まってる時っていうのは命の危機とかの本能が発するから不快になるの、ストレスになるの。そうじゃなくて、私はこう思うよって、いいことも悪いことも含めて、私は悲しいよ、私は嬉しいよ、私は誇らしいよ、私は寂しいよっていうと伝わるの。これ夫婦関係でも子供との関係でも、あの恋愛関係でも全部通ずることの、親身になってる感じがするの。なんか悲しいよって言うと悲しませたくないって思って、あ、ごめんねっていう反省の気持ちが出んの、子供に。で逆にお母さん嬉しいって、あんたがこういう風にしてくれてって言うと、お母さんが喜んでるのが報酬、脳の報酬系統に変わるから、その子がお母さん喜ばせようと思ってやるの、動くの。だからこれもしよかったら友達さん使ってみて、あのどう思い当たるところあった、あの子供に伝わってないのかなっていうところで言うと、もしかしたらあんたはあんたはあんたはって言っちゃってるんじゃないかなっていうのを感じたの俺は、うん、で友達さんがさ、こうお子さんと人間関係が良くなったらね、ありまくり胸が痛かったまあでも聞いてくれてありがとうね、うん、でもほら、ともっちさんがさ、この話をきっかけにさ、今日の朝これを聞いてやってみて、私はあんたがこう、私は嬉しいよって、あなたが宿題やらないと悲しいよとか、あなたが選択してくれると嬉しいとか、もう自分の気持ちを伝えるの、アイメッセージ、私はこうだよって、あなたに対して私はこう思ってるって言い方してみて、今日一日だけで多分ね、びっくりするぐらいね、ストレスたまんないはず、友達さんが。子供言うこと聞くよ、多分、うん、どう見てみて、うん、だからね、意外とね、あのこういうその言葉遣いとかもテクニックなんだっていう、テクニックっていうか、そのスキルっていうのかな、技術なんだよね。人に気持ちを伝えるっていうのは技術でちゃんとあるから、うん、そう、だからそういう伝え方をするとこういう結果が得られるっていうのを本当はね、あのいろんなところで教えるべきなんだよね、うん、
でね、心を込めると伝わるから。で、イライラしてる時に伝えるのって、伝わるのはイライラだけなの。でしょ。だからイライラを伝えても損しかしないから、イライラした時ほど冷静にだよね。叱るのと怒るのは違うから、うん、引っ叩きゃいいんだよ。もう頭わしづかみにしてぶん殴って。虐待だよね。そういうこと言うから俺嫌われんだよね。今の忘れて、引っ叩きゃいいんだよそんなもん。言うこと聞かねえかけなんか引っ叩きゃいいんだよ。今のは忘れてください、うん、パーンだよ。私は子供が、照れ隠しでババアって言った時嬉しかった。しょうもねえなババア。強いお母さんでいるから褒めたり優しい言葉を使うのに抵抗がある。うん、褒めたり優しい言葉を使えって言ってるわけじゃないの。私怒ってるようでもいいの。それはね、その自分にベクトルが向いてる。ともっちさんが自分自分自分なのよ。じゃなくて、それって殻にこもるっていう行為の。やっぱ相手のためにっていう for you の気持ちよ。うん。だから優しい言葉を褒めたり、褒めなきゃいけないとか、優しい言葉を使わなきゃいけないじゃない。子供のために。うん、でその子供のためにっていうのが一番の子供にとって財産になるから、一生忘れないよ。ともっちさんがそういう風に親身になって子供のこと考えた時間っていうのは一生の宝だよ。お母さんはずっと俺のこと考えてくれたって一生言ってくれるよ。だから悲しいよとか、うん、楽しいよって、怒ってるよって、お母さん怒るよってとか、お母さんイライラするよとか、お母さん頭痛いよとかでいいの。あーとかばーとかうーとか言うとお互いストレス与え合う関係になっちゃったら良くないでしょ。気がめいっちゃうよ。あとそのまあ究極系で言うと、俺は究極ね、これは言葉を超える時があると思ってる。言葉すらいらない時があると思ってる、本気になれば。うん、自分の子供嫌いなお母さんなんていないんだから、恥ずかしがる必要なんかないでしょ、うん、自分の子供好きなんだから、うんうん、ああそうね、思春期の男の子はババアって言うもんね。ね、実はね、傾聴と承認って言って話を聞くっていうのは実はすごく大事なことなんですよ。話は耳から聞くものではあるけれども、頭に入らなかったり心に響かなかったらいくら話しても伝わらないんですよ。で、僕は人と会話をする時っていうのは心と頭を開いて耳で聞けって教われたんですよ。耳を傾けろって言葉よく日本語であるじゃないですか。これ傾聴って言うんですけど、ただ聞くだけじゃなくて覚えるとか、この人が何を言おうとしてるのか心で感じたり頭で理解するっていう傾聴っていうものがあるんですね。だからやっぱりそのちゃんと親身になって聞いたりとかっていう態度って伝わりますよ。だから人と会話をしてるときに話聞いてないでこうやってやって、なんか目も合わせないでこうやってやってる人とか見ると、怒る先生とかいるの気持ちわかるもん。お前聞いてんのかよって。部下とかでもそんな態度されたら嫌じゃないですか。やっぱり目を見て姿勢整え、まあ姿勢まではいいかもしれないけど、聞くっていうのは大事なことっすよ。音を聞くとかじゃなくて、言葉っ面を取るんじゃなくて、その相手のために何ができるのかっていう態度っていうのは、俺は人として最低限必要なものだと思ってる。聞いてその自分がその持ってる知恵とかを共有し合う、相手から知恵をいただく、うん、
して、まあ、行動するのは自分なんだけどね、うん、行動しなかったら結局何も変わらないから、うん、理屈ばっかりになっても意味がないし、うん、そう。 EQ って何？ EQ ってなんだろう。EQ、 EQ ってなんだ、検索してみよう。EQ、 EQ とは、 EQ、 心の知能指数っていうのがあるんだ。ほう、 EQ、 こんなのあるんだ。自己や他者の感情を知覚し、また自分の感情をコントロールする知能を指す。ほう、比較的新しい概念。あ、ジョン・メイヤーっていう人なんだ。感情の技術と、ほうほう、へえ、あ、面白そう。これ本で読んでみたいな。ありがとう。EQ。ありがとう、ハムカツさん。ありがとうございます。心の知能指数か。心って概念は難しいよね。実はね、言葉すらいらないんだよ。例えばその、さっきも話したけどさ、のんちゃんが、その牛タン屋さんで冷や汗かきながらさ、一緒にご飯食べてくれるっていうのだけで心に響いたりするんだよね。外に出るのが怖くて、人混みが怖いのに俺のために一緒にいてくれてるっていうのは嬉しかったよ俺は。のんちゃんが今日も御徒町で冷や汗かきながら、和道さんいい石見つかったねって言ってるけど、もう外に出て冷や汗タラタラだよね。のんちゃんの大冒険は嬉しかったよ俺は。そうだね、俺はね、知らない言葉とか知らないものを発見した時にこう知的好奇心が湧くから、 EQ はちょっとなんか勉強してみたいなと思う、うん、でもね、実はお母さんはね、ストレスすごい溜まってると思うんだよ。いろんなね、主婦の人の話聞いてると、俺はさ、母親にはなれないからさ、男だから、その苦しみっていうのは理解はすることはできないよ。本当に大変なんだよ、子供を育てる、子供を産む、子供を食わせるって。本当に多分ストレスがかかると思うの。でもね、やっぱりね、男に生まれて絶対にわからないかもしれないけど、わかろうとする姿勢っていうのかな。一緒に悩んであげることを放棄したら終わりだと思うんだよね。俺心汚いよ、腹黒いよ真っ黒だから、うん、そこを忘れたら結局もう人間関係どころか夫婦関係成り立たないと思ってる俺は。和道さんに勉強するように言ってもらおうかな。和道さんのこと知ってるから。ね、友達さんね、さっき言ったけど誰が言うかなんですよ、何を言うかじゃなくて、うん、僕のことを尊敬してる人は僕の言うことを聞きます。僕のことを心開いてくれてる人、好意を持ってくれてる人、リスペクトがある人は僕の言うことを聞いてくれます。ただ僕のことを蔑んでいたり嫌いだって考えてる人は僕の言うことを何一つ聞きません。だから僕が言ったから聞くわけじゃないんですよ。息子さんにとって、だからね、俺はこう教わったの。どういうことを言う人間になるかじゃなくて、どういう人間になるかだけ考えて生きろって。すごい人間、尊敬される人間になったら、人のことを、これね、他人と過去は変えられないんですよ。でも、影響を与えることができるようになるんですよ。他人と過去だけは絶対に変えられない。でも、人間力がついてくると、他人に強い影響を及ぼせる人間になることはできるんです。だから最終的にお子さんがどういう人間なのかっていうのは今作られてる時期なんですよ。ともっちさんがすごく深く関わってるの。だからおそらくともっちさんがどういう人間であるのかによってお子さんの人生ってものすごく左右するんですよ。これが仏教でいうところ、本来の俺はカルマとか縁起っていう意味だと思うんだけど。だから、俺が言っても意味がないと思う。
息子さんと僕の関係性だからね。だから小学生とか中学生だったらヒカキンとかはじめ社長が言うこと聞くでしょ。すぐ真似するでしょ子供って。あれはそういうことだと思ってる。ヒカキンが好きだから、ヒカキンが持ってるものが欲しいだけなので、柴田の言うことは聞かないでしょ。子供はヒカキンとかはじめ社長がレビューするとすぐ欲しがるけど、柴田の言うことは全然聞かない。そういうもんよ。それが普通だと思うし。あれ？コメバグった？あれ？コメビューが反映しないな。なんだろう。え、なんで？ジュレさんのコメント拾ってなくない？え、なんで？え、あ、来た来た。遅っ。タイムラグが半端じゃなかった。誰が言うかだよ。ラグあったね、今ね。でも、ハムカツさんのはラグないんだよね。パッてつく。何？なんだろう。コメントビューはどうした？いや別に俺は勉強することが正しいことだとは思ってないけど、でも勉強した方が、あのね、だからね、大人が良くないなっていうのは、大人になると分かるじゃん、勉強した方がいいって。で、勉強しろしか言わないのじゃん大人って。勉強しなさいって、勉強した方が有利になるの分かってるから勉強しろ勉強しろっていうの。違うんだよね、大人はあなた勉強しなさいとか子供に勉強しろって、でも言うこと聞かない。そうじゃなくて、勉強するとこうなるよって、こうなったら良くないっていう方が子供勉強すると思うもんねえって。お菓子いっぱい食べたくないって、お金持ちになりたくないって子供に言って、うん、なりたいって。お金あったらいっぱい物買えるし、車も買えるね、とか、もう理論で行くのよ。で、それって、どうしたらお金持ちになれるって聞いて、頭いい人の方がなれると思わないって言ったら、なれるって子供言うと思うの。で、勉強する人と勉強しない人、どっちが頭いいと思うって言ったら、勉強する人っていうのね。じゃあ答え出たねって。勉強した方が良くないって言ったら、多分ね、俺だったら勉強してた。そこまで言われてたら。要はね、理屈をちゃんと説明しないんだよね。そう、褒美がある、報酬系統に訴えかけるとね、勝手にやりだすんだよ。だから動機づけって言うんだけど、動機がないからやらないの。でも、遊ぶって動機づけ簡単なんだよ。楽しいっていう。すげえシンプルな。だからやりたくないことをやらせるためには、やったら楽しいっていう報酬系統を作ってあげないといけないのね、脳の中に。これを、宿題をやると自分に得があるんだっていうことを理解するまでに時間がかかるから、勉強って。で、それって社会に出てやっと気づくことじゃん。だから勉強した方が有利だ、楽しいんだよっていうことを、勉強することを勉強しなさいって言ったら罰に変わるのよ。なんか報酬系統が作動しないの、脳の。不快な勉強しろしろって言えば言うほど命令系だから、どんどん不快になっていくから、勉強するのが嫌になるのよ。でもやっぱりね、勉強する人の頭賢いね、子供の親ってね、勉強させるのがうまいんだよ。だからね、勉強したらおやつあげるよとか、勉強したらいい点取ったら褒められるって分かってるから、褒められるためにやる、おやつもらうためにやるとかね、要はね、飴なんだよね。で、ダメな人ほど無知を使うんだよ。無知はダメ、無知はダメ。飴の使い方を適度に。だってさ、俺らだってさ、給料もらえないのに働けよって言われたら怒るでしょ。怒らない？お前、残業ってそういうことだと思ってんの？サービス残業ってみんな嫌だって言うじゃん。あれって飴を与えてないの。で、飴を与えることが悪いことだと思ってるけど、飴与えなかったら人間動かないから。飴と飴だよ。無知はいらないんだよ、現代社会で。
飴を与えることは悪いことじゃないよって、褒めることはいいことなんだよ。そこから変えていかないと多分ね、変わらないと思う。日本は罰を与えて罰で走らせるとね、やっぱね続かない、で飴を与えなくなって、やること自体に楽しみとか、もやること自体が飴になったら勝ちだよ、ね、人生どんとでも切り開けると思うよ。菩薩さんアイテムありがとう、風船ありがとう、おはよう。やっぱそうあるべきだよな。なかなか実践するのは難しいんだけどね。でも俺はなんだろう、ともっちさんは問題意識を持ってる人だと思うの。こうやって話を聞いてくれるっていうかさ、共感してくれるわけじゃん。あー確かにって、ご褒美があると子供ってすぐやるわとかさ、あ私ちょっとこうなんつーの、そういう言い方してたかもしれないっていうね、反省があったりとかさ、気づきがあったりするわけじゃん。あの世の中にはさ、話を痛いこと言われた時に、図星をつかれた時に傷つく人っているの。ベクトルが内側に向いてる人。なんで私こんなこと言われてんの、なんで私こういう風に、なんでこんな言い方されないといけないのって、コメント欄でいるでしょ。ちょっときついこと言うとさ、事実言うとさ、私のこと嫌いなんですかって、もうベクトルが全部自分に向いてる人いない？コメント欄とかでもよく見るでしょ、配信とか YouTube とかでも。なんでそんなにひどいこと言うの、私のこと嫌いですかみたいな。いやいやいや、ちょっと冷静になれよみたいな。でもそうじゃなくて、あ子供のためにはそうだなとかさ、そのベクトルを外に向ける人って、気づける人の、傷つく人と気づく人で、気づけた人は強いよ。あこうすればいいんだって、シンプルにで、こうやろうって実践するだけなんだもん。だから、気づくのか傷つくのかで、大体俺は人生分かれると思う。そう。気づける人間になろう。気づける人間に。そうだよね、つって。なんか自己啓発セミナーみたいな枠になってきたな特性を持った子供だから、それなりの支援のやり方を学んで実践するけど、いまいち子供に合ってなくて、私自身パンクしそうで。あーなるほど。その子の好きなことを把握してますか、ともちさん。その子が好きなことと、その子が嫌いなことを自分で決めつけて、観察して自分で決めてるんじゃなくて、その子と向き合って聞いたことあります？何やってる時楽しいのって、何やってる時つらいって聞いたことあります？それがね、結構大事かもしれない。共有する。もし何か特性とかを持ってるのであれば聞いてみる。本人の言葉を信じてみるっていう、なんて言うのかな、思い込みで、これが好きなんだろうな、これが嫌いなんだろうな、じゃなくて、教えてって言って、何やってる時楽しい？何やってる時苦手とか辛いとか思うって。それはね、大事。パンクしちゃい、友達さんがいっぱいいっぱいになるのって、多分ね、考えてることとやってることっつうのかな、がずれてるからパンクすると思うの。求めてる、友達さんが求めてることとやってることがずれてるんだと思うの。だから行動すればするほど、理想の自分が離れてったり、得たい結果が得られないから、こうスカスカするっていうか、こう食べたいっていう願望と痩せたいっていう願望を持ってるんですよ、人間って。で、女の子でよくいない？すごい痩せたい、太りたくないって言いながらケーキ食べてる人とかよくいるじゃん。わかる？絶対私痩せるんだって言いながらケーキ食べてる俺の知り合いにいるんだよ。私ね、絶対痩せるって言いながら朝ピザトースト食べるやつがいるんだよ。お前ふざけんなよみたいな。で、食べたい痩せたいっていう。で、願望ね、この二つ。願望が二つある。食べたい、痩せたい。でも、食べたい痩せたいだとすれ違うんですよ。こう。これわかる？これを人間は不幸っていうの。願望と願望がずれた時、
わかる？右手と左手がずれる。で、今度右手に欲望を持って左手に行動。食べたい食べる。幸せでしょ？痩せたい痩せる。幸せでしょ？この求めてることとやってることが一致してるときは幸せ。ただ、求めてることが矛盾をしてるとすれ違うから不幸が生まれるの。不快感が生まれるの。そう。だから、子供が求め、こうだろうなって推測をしないで、その子がどうしたいのか、どうなりたいのか、何が気持ちいいのか、楽しいのか、嬉しいのか、かっこいいのか、誇らしいのかとかを把握するといいかもしれない。そう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 。ただ把握すること、確認をすること。確認をするとやるべきことが見えてくるから。憶測で大体動いてずれるから、ストレスがたまる。ゲームが大好きで、人とのコミュニケーションが苦手で。うん。ともっちさん、じゃあ今度逆に俺がカウンセリングするね。ともっちさんのことが知りたいから。ともっちさんは、今、自分自身がパンクしそうってアップアップしてる状態なんでしょ？うん。あ、本当はね、電話で話すのが一番カウンセリングできるんだけど、電話で話す？ちょっと俺と。コメントだと、ちょっとラグがあるからあれなんだけど、もしよかったら電話で話す、今。うん。おはよう！ゆいさん、ハートありがとう。うん、ゲームが好き、人とのコミュニケーションが苦手。うん。うん。うん。どこがストレスになってる？ともっちさんは。うん。どこがストレスになってる？どこでパンクしそうになってるのか教えて。で、難しいんだよ。コメントよりもやっぱトークが一番早いんだよな。すげえテクニカルなトークをね、問題解決をするときのテクニカルなトークを教えてあげたいんだよね。はい、お疲れ様です。アイテムありがとう。その手の話が好きです。朝からピザトーストの話も好きです。相馬深くお願いします。実はね、カウンセリングとかさ、コーチングとかってすごくテクニックとかスキルとかいろんなものが必要なのね。で、実は、俺、ともっちさんの悩みを解決することが多分できると思う。電話で話したら。だから、もしよかったら電話しない？うん。多分ね、すっきりすると思うよ。コメントで伝えるのも難しいし、声のトーンとか、その人となりって声ってすごく分かりやすいんだよ。カウンセリングの勉強してる。うん。っていうかね、カウンセリングじゃなくて、俺はコーチングの勉強をずっとしてきたの。で、コーチングをするためには、カウンセリングが必須の条件なの。で、コーチングっていうのは、カウンセリングした後にどういう風にするのかでしょ。そう。だから、カウンセリングするにはコメントなどね、やっぱラグが、やっぱりテンポ感が悪いから。あと、やっぱり俺は雑談をするっていうのがテーマなわけだから、待ってる間の間がやっぱり他の人に迷惑かかるっていうのがある。だから電話だと、ともっちさんとの会話自体がコンテンツになるから、他の人が聞けるでしょ。でも俺はともっちさんだけに集中して悩みを解決する方に集中ができるから。だからね、もう、徹底的にやるんだったら俺は電話で話した方がいいと思う。うん。そう。コメントだと本心とか難しいっていうのと、あとはラグを待ってる時間、俺がアドバイスをして別のトークをしないといけないっていう、二重の、なんていうのかな。うん。あれがあるっていう。うん。まあ別に、悪いようにはしないですよ。うん。みんなに聞こえるわ。LINE は声入る、うん、どう考えた嘘はダメよ。 LINE は声入りますよ、うん、入れる入れる
だって公開して技術をシェアしたいもん。俺はシェアするためにやってるわけだから。オープンの空間でやってるわけでしょ。うん。オープンの空間でやるわけだから。そう。そう、なんでそれが重要かっていうと、例えばこれで解決したっていう風になると、他の悩んでるお母様方のリスナーさんにも有効になる。うん。いや、憶測はダメよ、ジュルさん。憶測はダメ。うん。憶測はダメ。うん。ずれる。まあでも悩みは尽きないよ。悩みは尽きない。ぜひ今度カウンセリングお願いしたいです。今日はゆっくり。あ、全然いい、今でもいいよ。今電話かけてくれば。でもカウンセリングって言っても、うん、電話つうか LINE、 うん、通話。いや、嫌だったらいいよ。嫌だったらいいよ。ただもうそのなんつーの、うん、まあまあいいよ。別に普通に嫌だったら別に普通にコメント書いてて全然全然どっちでもいいよ。もしよかったらってお力になれますよっていう、その方がいいんじゃないかなっていう一個の案ね。まあもし放送で電話で相談してみたいなと思ったらいつでもかけてきて。俺の LINE は家で雑談やってる時は誰からの電話も取るっていう風に決めてるから。また今度でいいよ。で、俺と話したい人はいつでも電話かけてきていいからね。他の人で、ともつさん以外に、ぽいぽいさん、ぽにぽにさん以外にも。ちょっと、なんか悩みがあるって言って聞いてもらいたいなっていう人とか、相談したいなとか、俺のことボロカスに否定したいなっていう人も全部受け付ける。悩みがあった時になぜ悩んでるかっていう問題ってあるじゃん。で、おそらくね、把握ができてないから悩んでるっていうことがほとんどの。そうだね、子供起きてくる忙しい時間帯だからね。まあまあ夜の放送でも昼の放送でも時間が空いてる時でいいよ。だいたい悩んでる時、考えがこうパニックを起こしてる時、ストレス溜まってる時って問題点がどこにあるのかっていうのを理解できてないことの方が多いんだよ。でしょ？人が悩むときってそういうときなの。で、見えてるときっていうのはもう方法が分かってるから悩んだり怒ったりする必要がないときなのよ。要はね、そこまで本人が落とし込めるかっていうお手伝いをするかどうかなの。俺が把握するかどうかじゃないの。本人が自分で把握するまで手伝ってあげる和法っていうのがあるのね。それを試してあげたいなと思った。ちなみに私はリスナーのみでよくわかりませんが、コラボ、LINE、電話、何がいいのですかね？LINE で電話をかけてくれたら、ポニポニさんの音声がリスナーさんに聞こえるんですね。わかります？だから、LINE の通話機能、普通に電話をかけて僕と話すだけで、この全体の放送のリスナーさんにもシェアできるっていう。だから、ポニポニさんってバレたくない場合は、なんつうの？匿名でお願いしますって。個人情報は自分で守ればいい。逆に、ポニポニですけどって言ってもいい。それはもうリスナーさんに任せてる。一応、公の場所じゃん。で、YouTube とかにも乗っかっちゃうから、名前がバレたくないっていう人もいるから、匿名でお願いしますっていうのか、自己主張しても OK だし、俺は別に構わないよっていう人だったら、名乗ってもらってる。
だからそこは任せてる俺は、うん、全然俺は人の相談事は得意ですよ、うん、はいはい了解です、うんうん、あいつでも僕はウェルカムですよ、うん、視聴者の相談してたニコ生の住民久しぶり元気、みどりさん早く引っ張ってこいよ待ってるよ俺ら、みどりさんが来んのもうそろそろだろうじゃあ俺からみんなに言いたいことあるね。今俺は花火が欲しい、花火がくれるとすごく嬉しい、花火をくれないとすごく寂しい、さあどうするみんなね、花火をくれると俺はすごく嬉しい、すごく幸せな気分になる、花火がもらえないとすごく悲しい、どうするさあどうする、みんな123人に訴えかけてみた、まあおめえの知識は半端ねえよな、人間性はハテナだけど、まあ人間性はゴミクズだよ、腹ん中真っ黒だよ、うん、ただテクニックはある程度あると思うよ。で何だろうな、別になんか喋ってさまあ俺は人間性はとてもまともな人間だとは思ってない、うん、まあ人よりもさ、こう何だろう、情報オタクっていうの、なんかこう知識を詰め込むのが好きだから、無駄な情報、人よりもなんか無駄な知識っつうの、一般社会で役に立たないような知識をさ、いっぱい持ってるの、うん、ありがとうクラッカー、ありがとうタムタムさん、ありがとう。そうなんだよね、人間性がクズなのが問題なんだよね。まあ生主やってたらゴミクズは武器だからさ、もうこれでやっていくしかねえよな、もう30過ぎてんだから、うん、なんか面白い知識があったらシェアしてね、まだまだ知らないことがいっぱいあるから。いや和道だよ、読み方和道、漢字を変えたの、うん、わがままじゃん俺、うん、パチパチでありがとう、読み方変えただけ。入れてくるわ、ちょっとイメージが違う、どんなイメージだったの呪霊は。何でも書いていいよ、言論の自由は保障するよ、ただきついコメントが来たらきつい返答も返すからね、好きなこと書いていいよ、好きなこと書いていいけど俺も好きに やらせてもらうよ。何怖くて書けないって、何が怖いのいいよ好きに好きに言って、ただ俺を敵に回すと口喧嘩で勝とうとすると勝てないよ、うん、
電話はね、LINE だけですね。僕、電話番号を持ってないんで、嫌よっていうか、なんていうのかな。嫌よでかけるっていうよりも、LINE しかないです。僕と通話する方法は。で、配信外では基本的にメールの返信も電話も、出ません、僕は。放送が回ってる時にだけ、リスナーさんと、通話をするっていう機会を設けてます。それが僕のスタイルですね。で、LINE の、申請の方法は、ふわっちのプロフィールに URL が書いてあるんで、それをクリックすると自分の LINE が起動して、僕と友達申請が来ると思うんで、先に、リスナーですってメッセージください。どんなイメージだった？悪いイメージかな？いいイメージかな？イメージはね、人それぞれ違うからね。わからないよね。でもなんかあれだよね、悩まないっていう訓練をよくやってきたかな。悩みからは何も生まれないよ。悩みがね、悩みを作ることって結構多くて、悩みを解く技術の方がよっぽど有効だと思ってる。悩まない。悩んでる人が悩みを解決できたことってあんまりないよね。自己解決できるっていうか。それよりも悩みそのものをこう最初から作らないっていう方が大事だと思うな。悩んでるとこう悩みが見えてくるからね。どん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 悩む天才になるだけなんだよね。はいはい、カステラさん、ありがとう。ありがとうございます。頑張ります。 そう、人間はさ、すごく優秀だからさ、忘れるっていう技術があるからさ、嫌なこととか悩むことを忘れるっていう訓練をした方が、持ってる能力は有効活用した方がいいよね。いい意味でバカになるっていうことは重要だよね。バカ力っていうのかな。バカ力を駆使して頑張るんだよ。悩んだよ。大人になるにつれてだんだんテクニックを覚えていったのね。いろんなところで。だからガキの頃なんか悩みどころかもう自分嫌いだったもんね。自分が嫌いで嫌いでしょうがなかったよ。でもそんなこと言っても悪くなる一方だから、
構悩まない訓練、自分が好きになる訓練っていうのを徹底的にやってきたかな、今まで。だからポジティブ思考とかさ、ポジティブシンキングとかよく言うけど、あれ誰でもできるんだよ。私、そのネガティブなんですっていうのはね、ネガティブな習慣がついてるだけの。だからね、意外とね、自分の人生思い通りにすることなんか余裕でできるんだよ。悩みがないことは悩みじゃないよ。悩みっていう概念がないの、俺には。悩んでるときは暇なときだと思ってる。じゃあ、俺、柏木じゃねえわ。それ別の人だよ。それ柏木だよ。ニセタカシさんいらっしゃい。俺は被害者じゃないよ。ロコさん友達だわ。誰と勘違いしてんだよ。世間とかね、だからね、いじめの理論って面白くてさ、いじめられっ子ってさ、いじめられたことを一生に荷物でしょ。一生忘れないし、一生悩むし、一生苦しむでしょ。これが面白いんだけど、いじめた方っていじめた感覚ないんだよ。わかる？だから、いじめられっ子って実はベクトルが自分に向きすぎなの。いじめてる方はね、いじめてる感覚すらないよ。はい、ありがとう。ともっちさん、また来てね。ありがとうね。ハートありがとう。ここは僕ん家だぞって一緒に写ってたから勘違いしてた。そうそう。しゃぶられた人は、向かいに座ってた柏木くんっていう人。和子さんはずっと友達だよ。和道です。よろしくお願いします。僕、ニセタカシさんか。もし面白かったらフォローしてね。アイテムパチパチありがとう。なんかタムタムさんはあれだね、顔文字いっぱい持ってるんだね。くっそつまんないんだけど面白いことしてよ。くっそつまんないんだったら放送見るのやめていいっすよ。やめた方がいいと思うよ。ふわっちの中で131人今配信やってるの。あなた何しに来たの？俺の放送がつまらないんだったら他の人が面白いはずだから他見に行きな。で、少なくとも他の人は面白いと思ってるから、今やってる枠の中でここが面白いと思って選択してここを見てるわけですよ。もしあなたのお気に召すための放送だけをやるつもりは全くないんで、僕は。僕が楽しいと思うこと、面白いと思うことをやるんで、僕がやってることがつまらないと思うんだったら、どうぞお帰りください。面白いと思うんだったら、フォローしてください。付け足してるだけなんだ。いいね。あなたが面白いと思うコンテンツを作るつもりはありません。僕は自分が楽しいと思うことを表現してるだけです。いや、面白いっていうのは共有だから、楽しむ気がない人とかに楽しませることはできないし、世界中の全員が喜ぶことっていうのはないのよ。何かを表現して面白いと思う、つまんないと思う人が分かれるだけだから。だから言ってんの、俺が面白いかどうかはあなたの受け取り方次第だから、
俺のこと面白いっていう人もいればつまらないっていう人もいるわけですよ。でつまらないものを見るために時間を割くのはあなたの問題だよって言ってんの。だから面白いと思う人のところに行きなって。あの世の中には腐るほどコンテンツがあるから、腐るほど情報があるから。そう思わない？面白いことやってじゃないでしょ。俺らはここにいる人たちと楽しい情報、時間を共有してるだけだからさ。大衆によるつもりはないよ、うん、リスナーさんに媚び売るつもりもないよ。俺はあの世間様に合わせる必要なんかないと思ってるから、やりたいことを喋りたいことをやっていくだけです。これ喋らないよ。喋りたい時に喋って、喋りたくない時は喋らない。昔はねコメントがなくてもね、あの喋るっていうようにしてたんだけど、いいのよ喋らなくても閲覧減らないのいいでしょ。あの画面に俺が映ってるだけで、あの見てくれる人がたくさんいるのよ。応援してくれる人がいるの。だね、喋らないと放送が成り立たないっていうのは二流がやることなのよ。ただ俺がここに、ね、あのいるだけでコンテンツが成り立つのよ。すごいでしょ。その辺の三流配信者と一緒にしないで。喋らなくても成立する雑談配信者は俺だけだから、うん、ね、朝だね。コメントがなくて喋ってるのは病気だろ。そう思わない？ダンボさんおはよう。風船ありがとう。ハピネスさんおはよう。わざつ。うん。ねえ、なんか閲覧がね、そうそう。最近ね、どれさんとかぶっても減らなくなったんだよね。固定のお客さんがいるからありがたいよね。なんかドレさんとかぶったらドレさんの方に行くっていう流れがあったんだけどね、最近はそうでもない、住み分けが進んできたね。おはようダンボさん、おはようございます。今日は天気いいかな。天気いいとね、気分いいよね。ポカポカするよね。これから暑くなるんだろうな。明るい画面。多分太陽が出たから設定が変わったんだろうな。ちょっと待って。画面見づらい。どこだろう。特に何かいじってないんだけどな。これで OK、うん、見やすい。サムソナイトさんおはよう、うん、見づらいってほどでもないか。ちょっとなんかホワイト
白が強いかなって感じか、うん、そうそう電気ついてたからね、バックライトがついてたから明るさが変わったんだよね。黄色い色味の絵面が好きだからな。もう眩しい、ずっと画面見てるから目が痛い。サングラスの方に切り替えよう。こっちの方がいい。あ、了解。教えてくれてありがとう。もう寝る準備でライトがこうかかんないようにしよう。目が疲れるからね。そうなんだよ、誕生日月で5月の21日生まれだから、なんかこのバースデーアイテムとかさ、あの6月に実装されたのね、去年の。だから今月からさっきからねケーキいただいてて嬉しい。バカ5個ありがとう。サムサナイトさん、おはようございます。ポニキさんいらっしゃい。嫉妬するぐらい似合うな。丸メガネが似合うって特殊だよね。日本人でここまで丸メガネ似合うっていないと思うよ。変だよね。でもこっちの方がなんか眩しくなくて見やすい。なんで寄り目隠したの？寄り目を隠したわけじゃないよ別に。俺は別に裸眼でも恥ずかしいとかないよ。隠したわけじゃないよ。目が疲れるのよ。パソコンのモニターの光をもろにずっと受けてるから頭痛くなるの。だから丸メガネのこのサングラスにすると光が抑えられるから眩しすぎるのね。いや丸メガネ似合う人って少ないと思うよ。だってかけてる人が少ないじゃん。でっかい丸メガネは見るけど、たまーになんかこうトンボみたいなのつけてる人いるじゃん。女の子とか可愛いよね、丸メガネのこのでっかいやつ。あ、言動かっこいいじゃん。あれさ、知ってる？最初の人間アダムだよっていうシーンあるじゃん。あの家事がさ、ベイクライトで固定してありますか、生きてます、最初の人間アダムだよっていうシーンあるじゃん。あのシーンって実はあのナディアでもそういうシーンあるんだよ。あの最初の人間アダムだよっていうセリフ。だからね、ナディアの設定のセリフとエヴァンゲリオンのセリフって結構引用されてて、あのなんだっけ、結構その昔のナディアのファンが喜ぶセリフっていうのを結構入れてるんだよね。丸メガネこれいくらだったっけな。フレームが6000円だか8000円だかで、レンズ入れて1万6000円ぐらいだったよ、このメガネ。うん、ジャンレノは別に意識してないな。ジャンレノとかジョン・レノンとか、ひどい時なんかジャン・レノンって呼ばれるんだけど、誰みたいな、ジャン・レノンですねって、そんな人いないでしょみたいな。ジョン・レノンもジャン・レノンも両方丸メガネだけどさみたいな。でもあんまり別になんかジャン・レノン、俺あれか、あ、ダンボールだ、久しぶり。うん、かまじいじゃねえよお前。誰がかまじいだ。ジャン・レノンだの、ゲンドウだの、かまじいだの。元気だった？なんかね、今日ね、なんか昔のリスナーがちょいちょいエビミも来たし、ダンボールも来たし、
なんか最近来ねえじゃん。なんだ、彼氏でもできたのか。生ポの不正受給全額返還し終わった。俺生ポの不正受給なんか一回もしてません。してません。何やってたの、ダンボール。リア充になったんだろう。ネットに来なくなったってことはリアルが充実してるからなんだよ。何年もやってるから分かるんだよ。リスナーが来なくなってコメント書かなくなったら男ができた時だよ。図星だろ。YouTube にハマった裏切り者水たまりボンドか。誰だ、ふざけんなよ。なんだ、柴田か。裏切り者。 YouTube とか許せねえよ。なんだよ YouTube にハマったって。まあ楽かもしんないよね。4万高っ。 YouTuber って面白いんだね。嫌い嫌い嫌い。そっち側に行っちゃったんだ、うん、ジュルさん花火ありがとう。花火があんのかよ YouTube に。ふざけんじゃねえよ。何、誰見てんの YouTube の、うん、キラキラした方に行っちゃったのか。ああ、そうやってみんな YouTube 見るんだよ。こうやって生主がどんどん下品になってくんだよ。許せねえよ。俺らの方が体張ってるっつんだよ。東海オンエアフィッシャーズ結構王道だな。なかなかな王道だな。ね、なんかすごい人気らしいよね。寂しいじゃん。リスナーがいなくなったら配信者終わりだよ。まあでもね、帰ってきてくれて嬉しいよ。たまには顔出しなさい。あのダンボールの実家はここだから。実家に帰ってきた気分だろ。実家落ち着くわーっつって。YouTube と比べるとアンダーグラウンド。いやいや、生放送はアンダーグラウンドカルチャーだよ。サブカルだよ、サブカル。YouTube なんかメインカルチャーじゃん。もうテレビみたいなもんじゃん。ゲルゲに PC 壊されてません。全部にわかの情報で笑うんですけど、ゲルゲにも PC 壊されてないし、生活保護も不正受給した事実なんてありません。勉強してから来てください。にわかかよ、にわか。俺の PC 壊したのは佐野だよ、佐野。トモキュンだよ、トモキュン。てめえこの野郎、ガッチャガチャにしよっからよっつって。ガシャーンって。おい、なんでお前てめえこうなろうっつって、すっ飛ばされたんだよ。かん、あれな、もらって1ヶ月のパソコンだったのに、ひでえよな。レッツノート配信者が配信者のパソコン壊すってどういうことだよな。ひどすぎるよな。一番やっちゃいけないことでしょう。懐かしさを求めに来たはずが、かまじい、すいません。でもダンボール、俺ニコ生の時あれだぜ、この丸眼鏡だったんだぜ、うん、いや壊されたよ。しかもね、かわいいかわいいプリップリの1年生だったのに、配信者の
俺が卵味噌のパソコンを壊すのと同じぐらいひどいことだからね。後輩に手厳しいよ。カメラはね、ブリオって言って幅が広くなったね。前もうちょっとこの辺まで詰まってた、アップになってる感じだったけど、あとライトじゃん、照明がこういう感じだったでしょ。今朝だから電気消したの。ただそれだけだよ、別に雰囲気変わってない。全然通常営業だよ。そう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 。相変わらずだよ。まったりやってるよ。はいはい、またね、バイバイ。デコンパイラーさんいらっしゃい。最近見てなかった。なんかね、最近まあね、入れ替わるからね。飽きるっしょ、同じ人をずっと見るの。結構3ヶ月ぐらいが一番旬でさ、2年ぐらい見て、やっぱ2年ぐらい離れて2年後に帰ってくるとかザラだから、なんかいろいろ見たいもんね、リスナーさんも。いや、そういうもんだと思うよ。同じ人をね、10年追っかけるとかってよっぽどコアなファンだと思うもん。普通、いろんな人つまみたいっていうのが普通の感覚だと思うよ。朝飯何食おうかな。
腹減ったな。朝マックにしよう今日は。朝マック、4月上旬にデビューした人も入れ替わりが早いって頭を抱えてた。4月上旬にデビューした人が何が語れるんだよ。早えよ、1ヶ月で分かるわけねえじゃねえかよ。つぶってんじゃねえよ。たかだか1ヶ月で入れ替わりが早いって、お前それただ飽きられてるだけだろ。1ヶ月も引っ張れねえトーク力ってどんだけ才能ねえんだよ。いるよね、なんかリスナー歴が長い、なんかデビューしたての配信者ってつぶったりするからすげえ殺意湧くんだよ。そう、お前が言うなっていう、お前に何がわかんだっていうの いるよ。なんか大手配信者のリスナー長くやってて、要はそのもう側だけ真似るっつうの、もう体感がないのに言ってるやつとかいっぱいいるもん。何がわかんだよお前にって。で、1ヶ月で入れ替わりが早いとかどういうことだよ。でもまあ真似したいんだろうね、つぶりたいんだろうね多分ね。小僧にも程があるでしょ、小僧にも。3年やってからだよね配信論語っていいのは。おお、みつけおはよう。おはー、朝6時半か。起き出すね、みんなが。わちゃわちゃするよ。多分お母さん方はお弁当を作ったりとか大変なんだろうね。バガありがとう。お、金本生命保険さん、いっす、ありがとうございます。おはようございます。女の子の配信者の場合、面白がって見に来る連中も多い。女の子の配信にさ群がってるやつらってさ、なんて言うんだろう、下心丸出しじゃん。お、リンゴさん、おはよう。俺、あれすげえさ、わかんなくて。なんか、アイドルとかを追っかけてるやつと同じ心理だと思うんだけどさ、なんなの?その、なんか画面の向こう側の人に恋をする感覚がないのよ。わかんねえな。だから、女を囲ってるっていうか、その、なんかさ、地獄絵図だぜ。だって可愛いさ10代とか20代の女の子がいて、そこにさ40代とかの全くモテないさおっさんとかが可愛いね可愛いねっつって囲い込んでるんだぜ。何これって思うよ。おい、みーすけー、花火ありがとう。今日から少し忙しい。あ、繁忙期入るんだ。今月もぜひよろしくお願いします。ありがとう花火、よろしくね、みーすけ。金本さん、バガーありがとう。よいしょ。おはよう。佐藤女さん。佐藤女さんいらっしゃい。おはよう、みんな。
忙しいことはいいことだよ。はいはい、また来て。ありがとね。おはよう、けんためおはよう。これはそろそろお休みかな。あー、また延長のタイミングでか。なんでなんだろうな。ちょうど30分過ぎたあたりでね、いつもね、そろそろやめようかなと思ったら30秒とか1分とかだから、延長チケット代がもったいないから、まあ3時間で終わりにするか。さすがに24時間配信になっちゃってるから頭痛えや。一回仮眠取ります。飯食って寝て、そっからだな。あ、そっか、朝マック食うって言ってたか。ハッシュドポテトの方が美味しくない？
俺普通のポテトよりさ、ハッシュドポテトの方がなんか美味しい気がするんだけど、あれって何が違うんだろう。つなぎに小麦粉とか使ってるからかな。ハッシュドポテトすげえうまいよね。大好きだよ。で、なんか素朴というか、うまいよね。ていうか、朝マックはコスパがいいような気がするんだよな。昼間のマックって高いっていうか割高なイメージがあるけど、朝マックはさ、ソーセージマフィンが100円だったりとかさ、ハッシュドポテトとか、なんか結構頑張ってるよなって本当に思う。朝マックはいいよね。ケチャップいらないんだけど。嘘。ハッシュドポテトにケチャップ派なんだ。てかあのさ、チキンナゲットのさ、マスタードソースうまいよね。バーベキューもうまいけど。あれ反則技だよな、本当に。子供の頃マスタードソース嫌いだったけどさ、マスタードめちゃめちゃハマる。え、朝マック自作って何？マフィンを買ってきて、ハンバーグ焼いて、再現したの。どうなんだろう？健康的になるのかな？ていうかさ、マフィンうまくない？俺マフィン自体がすげえ好きだから、昼のメニューでもマフィン、おお、そうなんだ。意外、あ、美味しいかもね。ソーセージも何？自分で、ソーセージっていうか、あの、ハンバーグも自分で作ったの？でもさ、マクドナルドで買う方が安くない？だってソーセージマフィンってさ、肉とマフィンとチーズ挟んであって100円でしょ？でも健康に悪いか。すげえな。イングリッシュマフィン美味しいよね。俺ガキの頃からさ、あのマフィン食ってたの。マフィンが家にずっとある家だったから。あれ、マフィンってすごいよね。トウモロコシでしょ？あれ。トウモロコシのパン美味しいよね。なんか、家でマックを自作するってなんか女子力高いんだか低いんだかわかんないよね。女子力高いの低いの？意識は高いの低いの？みたいな。意識低いマックを自作するっていう意識高いっていう 不思議だよな ねえ、マフィン美味しいよね。ああ、いいじゃん。目玉焼きとハムとチーズ挟むだけっていうけど、かなり挟んでるけど マフィンに挟むだけで満足ってさ、それマーガリンとかバターだけで満足だったらわかるけど、マフィンにハムと目玉焼きとチーズ挟むだけってお前山盛りじゃねえかよ。だけじゃねえよ、それ。挟みすぎだよ。手作りハンバーガーどうなんだろうね。あれ塩味だからね。俺ね、ハンバーグ、自作ハンバーグの味結構苦手なんだよね。っていうか、マックのハンバーガーはいいんだけど、ハンバーグがさ、レストランとかでピンで出てくるじゃん。あれ許せないんだよね。なんかステーキハウスとかでハンバーガー食うやつって俺頭おかしいやつとかだと思ってて。
ステーキを食えよ、ステーキを。なんですりつぶした肉の方を食うんだよって。これハンバーグ子供の頃からなんかポテンシャル生かされてないと思う。なんか手を加えるんだったらもっとうまくなるはずっていう思いがあるから。ハンバーグ弁当なんか頼んだことないね。俺ハンバーグ弁当買ってきたら別れるね。うん、いやそういうのはうまいよ。だからそういうのは違う。もっとテキサスな感じとか、そういうなんか米軍とかの匂いとか、もうそういうそのアメリカのハンバーグはうまいの分かってるから。違うんだよ。俺が言ってんのはあのステーキ屋さん、ファミレスとかのハンバーグとかハンバーグ定食とかのあれ何よ。ていうかあの米と合わない。結論から言うと米でハンバーグは食えない。あれはパンに挟むもんだったらわかるけど、それだな。俺今結論すげえこと言ったな。ハンバーグは米と合わないは名言でしょ。俺マフィンにねバター塗ってシナモンシュガー振りかけて食べるのも好きだし、バターだけで食べるのも好きだし、マフィンだけ、マフィンって体にいいのかな。あれマフィン好きだわ。卵サンドのマフィンとかもいいかもな。みんなの中でさ、意識が最も低くてうまい食べ物って何？あるじゃん。我が家の意識低い B 級グルメ。朝マック行こう、みんなで。俺はこの放送終わったらマフィンを食べるよ。俺やっぱりあれかな、シーチキンおにぎりが一番意識低い食べ物かな。ツナおにぎり。他にあるかな。 TKG 卵かけご飯は意識高いと思うの。卵かけご飯は逆に俺意識高いと思うわ。あそこまでシンプルになるとなんかザ、なんか禅みたいな。断捨離みたいな、もう究極系みたいな。もっとなんかあるじゃん、マヨネーズ食パンとかさ、なんか意識低いなーっていう食べ物ない？これなんか友達の家に泊まって晩ご飯で出てきたら引くわーっていうような、うん、ね、卵かけご飯は奥深いと思うよ、うん、同意見だね。もっとなんかがっかりする何かよ。例えばあのケンタッキーフライドチキンがおかずでご飯とかさ、わかる？箸でケンタッキーつまむみたいな。で、おかずになって飯かっくらうみたいな。もう最低に意識低いじゃん。もうそういうやつが欲しかったんだよね。ダメだろ、この、これはっていう。なんかあるかな。夏にそうめんうどんを食べるとき、めんつゆに、うわあ、サバの水煮は意識低いな。え、うまいの？でもうまそうじゃない？サバの水煮をめんつゆに入れる。俺ね、そばあのね、うどんしか食べなかったのに最近そばばっかり食べてんだよね。うどん食べなくなったんだよね。俺自分にびっくりすることがね、結構30超えてから肉より魚のなんか味噌煮とかさ、魚のなんか白身魚とか美味しくなった時俺びっくりしたし、本当にうどんしか食べなかったのに
今めっきりそば派だもん。なんかさ、年取るって怖いよね。だから肉とか食えなくなってくんだろうな。まだステーキとか美味しいと思うし食べたいと思うけど、うん、いやジジイになってきてるんだよ味覚が。40代とかどうなってくんだろうこれから。なんか不安だよ俺は。この先お酒飲めないからな、お酒飲まないからな。だからなんかね、こう酒さ飲みながらうまそうにつまみ食ってとか、あれかっこいいよな。トレさんは赤身のステーキ毎日食ってるね。豚肉食ったりとか、夜はそばなの夜はそばなの。なんで俺こんな詳しいんだろう、ドレさんの生活。そう、しかも肉のハナマサで赤身のステーキ買ってんのなんでそれ知ってるかっていうと、あのドレさんがね、のんちゃんが家に送る時にドレさん乗っけたことがあって、ドレさんほらあの男気ある人だからさ、おいのりこガス代なってありがとなっつってさ、そのあーっていいよトレさんって言ってもさ、俺のポケットに突っ込むのよ数千円みたいな、3000円ぐらい。いいんだよこういうのはあれだよって、悪いよのりこによっつって、のりこに飯のもごってやれよって言ったけど、その千円札に肉のハナマサのレシートが挟まってたのすげえ面白いだろ。ドレさんがかっこいいことやるんだよ。でもドレさんがかっこいいことやるときって大体かっこ悪い結果になって、あれ肉のハナマサってなんだとか思って、俺らハナマサ行ってないよねっつったら、あドレさんの渡した3000円だと思ってそうだから、あの赤身のステーキのくだりは本当なんだよ。しかもね、とんでもない量買うのよ。9000円分ぐらい買いだめするのあの人。だから多分ね、冷凍庫とかに赤身のステーキがねボンってあるんだと思うよ。ジャックハンマーかよって思うもんね。ザルそば美味しいね。ねえ、スーパーも美味しいしね、冷凍食品も美味しいしね。俺はそれを通り越して大根おろし、いやいや、もう究極系じゃん。やっこ好きだよな。あー、わかるかも。スライディーおはよう。ドレさんはね、ほんとね、天然ですげー面白いの。もうあんなに可愛い55歳いないよ。なんかね、豆腐とかうまい。さすがに豆腐別に美味しいと思うけど、あーもう豆腐が美味しいか、大根おろしと。さすがにまだそこまで行ってないな。なんかあれって、俺味覚変わったなぐらいの感覚だもんな。あと本屋に行っても、本なんか漫画が全然欲しくなかったりとか、あっていうかね、俺ね、本屋がね、新しい漫画読まなくなったの、立ち読みができなくなったこと大きいと思うんだよな。要はね、中身が分かんないもの買えないよ。昔の本屋って立ち読みし放題だったじゃん。あれカバーつけるようになったら、あれ出版業界絶対恨みに出てると思うんだよな。まあ、でも赤身のステーキ、あドレさんの場合も食は体作りと連携してるからな。なんかすげえ甘いもの全然食わねえんだよドレさんって。本屋はね。でも漫画村もダメになったんでしょ、規制が入ったんでしょ漫画村も。まああれはグッジョブだと思うけどな。
漫画はやっぱ権利守らないと、国が遅すぎるぐらいだよ。なんか漫画読み放題だったらしいよね。スマホでね、読むの味気ないっていうよりもね、実は漫画ってこの単行本で読むとか、ジャンプのサイズで読むように作られてるの。文字の大きさ、絵の限界のサイズ、縮小サイズ、拡大サイズだから、そもそもスマートフォンの大きさで読むようになってないの。横にめくるじゃん。だけどスライドってね、見開きが効果が出なかったりとかね、やっぱりね、本で読まないとまだ面白くないと思う。でスマホが主流になると、スライドする時の展開の面白さみたいなのが出てくると思うの、多分。だから出版会社が企画、要は横にスライドするのか縦に読んでいく4コマ漫画形式かっていう企画を決めないと、漫画家が表現ができないの。だから本で読まないとまだ面白くないっていうのが俺の考え。どうしてもね、臨場感とかが出ないんだよ、その漫画読み慣れてる人からすると。だからね、ウェブ漫画に特化した人はね、縦スクロール系なんだよね、やっぱり。そう、縦の小回りが強いの。だから4コマ漫画みたいな展開なんだよね。でもほら、漫画ってジグザグ読むのが普通じゃん。こうやって右上から左下で終わるっていう読み方があるから、まだちょっと、スマホに特化した漫画の形態には向いてないかなっていう。でもまあ、スマホに全部完全移行していくんだろうな、今後は。変形して大きくなるスマホいつ出る？変形して大きくなるスマホってあんの？わかんない。変形するって何？折りたたみとか？いや、必要ないと思うよ。スマホはもう出た時から完成形なイメージがある。はい、おはよう。どうなんだろうね。なんかレッツノートタブレット機能があるけど、ほとんど使わないもんな。 iPad を持ってる人は俺は富裕層だと思ってるからね。 iPad 使いはなんかちょっとリッチだよね。なんかスマホとパソコンが普通、 iPad をそこに中に介入させるやつは、俺はなんか、なんて言うんだろう、富裕層だと思う。金持ち以外で iPad 持ってるやつ見たことない。タブレット、
マジマジ知らない。知らない言ってない。興味が湧かなくなった。脱洗脳されたよ。脱洗脳、うん、配信時間長くなってるでしょ。いやアップルのアップデート本当にあの細かく細かくやんね、やめろよっていうね。あれはもううざいよね。ちょっとしたバージョンアップに付き合わされんのね。なんかもっとバージョンアップってさ、昔からするとさ2年に1回あるかないかの大イベントだったじゃん。もうさアップル使ってるさ、なんなら2週間に1回ぐらいアップデートさせられる感じなのよ。で毎回不具合出して、なんかね、あの Mac ユーザーでテストすんのやめろよって思わない？もうなんかアップデートするたびにさ、 Apple Store のレビューが大荒れになってさ、毎回結論はさ、アップデートするなが結論になるのよ。これってアップデートじゃねえよみたいな、ベータ版だろって思わない？なんで俺らベータ版のテストされてんだよみたいな、やる気あんのかよ本当に。すげえ腹立ってくんだよなあれ、うん、いやパチパチっつうか俺が勝手にやめてるだけだからね。うん、めでたいわけではないよ、うどうし、ほんとちょこちょいで、わかりやすいな。かわいいね。うん、今日はもう24時間ぐらいずっと配信やってるからさ、うん、今日はもう終わりにしようかな。一旦休憩しようかなと思ってる。寝るよ。ご飯食べて寝る。いろいろね動いててね、実はもうずっと起きてるんだよね。頭いっぱいいっぱい。もうこれ以上やっても多分あの雑談何も出てこない。もう脳がヒーヒー言ってるから、これで終わりにする。まあ起きたらまた配信するよ。
おっちょこちょいだね。うん、じゃあ皆さんありがとうございました。また明日放送、明日っていうか多分今日の夜放送すると思います。長丁場でしたがありがとうございました。今月頑張るんでよろしくお願いします。初見さんはね、もしよかったらフォローしてください。それじゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみ。